モンスターボールが欲しい。モンスターボールどこでくれるの？モンスターボール、モンスターボール欲しい。七回まで博士だわ。関東の博士と一緒に新しいポケモン。関東大木田博士ってこと？大木田博士って関東？わかんない。ポケモン図鑑作ったんです。なるほどね。私は後期の父、あ、お父様。七日まず博士を手伝う君のことも手伝いましょう。これからもよろしく頼みますよって。ありがとうございます。ここはいけるいけるね。段ボールとかそこら辺に、なんか、こうやって、なんか、落ちてるのって従来と同じ、なんかポケモンボールのあれで表示されるんかね。なんか何も関係ないとこ触ったら、なんか手に入りましたみたいなやつあるのかな。いや、専門用語とか学術用語とか難しいことが積む。書き連れられてる。列が回らないね。ポケモンについて書かれた本がいっぱいある。あのポケモンね、新しいポケモン自分の手持ちに加えたいんですよ。あ、魚子いろいろ教えてあげるから僕についてきてって。やさおですね。この赤い屋根の建物がポケモンセンター。戦って気づいたポケモンを元気にしてくれる場所だよって。ポケモンセンターはいろんなとこにあるんだって。ありますあります。私もこのソフト買うときはポケモンセンターに来ました。こっちの青い屋根の建物はフレンドリーショップだよ。フレンドリーショップ、あ、一緒じゃないんだ。へえ、別なんだね。初めて知った。いろんな道具を買ったり売ったりできるお店だねって。魚かポケモントレーナーになりたてだから買える道具が少ないけど、まあ気にしなくていいよって。あのモンスターボールが欲しいの。中のお手伝いでポケモンとか作ること、家の人に言っておいたらって。どこに行くこともあるから行った方がいいと思う。そりゃそうだ。ちょっとママに言ってくる。ポケモンセンターを元気してあげると安心できていいかもね。じゃあまた今度ね。先に進むのか君は。今までのことを覚えていくようにレポートを書いて記録っと。ふう、これで一休みできるわって。レポートもね、忘れないしないと。ポケモンいいなーって、いいないいなーって。いいでしょう、いいでしょう。このダイパが届くのをすごく待ち遠しにしてたんだけど、しょうがない、許して。あ、出ちゃった出ちゃった。すごいこの喋りかけるときに、その小さい、なんていうの、微調整がすごい大変ですね。慣れないと。まだ誰って。うん、さかのこちゃんっていうのね。博士の手でポケモン図鑑を作るのね。すごい、私のお兄ちゃんと一緒なんだね、頑張ってねって。そうなの？これあんたのお兄ちゃんってホーキーますか？すごい、もう最初からもう呼び捨てなんだけど。七川のやつ、よく帰ってきたか。あいつはすごい男でな、ずっとずっと昔からポケモンの研究をしていた。私の息子も孫も七川も、もうここコウキくんのお家じゃないですか。コウキくん、あれ、コウキくんベッドピンクですね。可愛いですね。いいセンスしてますね。あー、上に上がっちゃう。操作が難しい。あ、でも B ボタンで走るかも。ワンちゃん走ってくれる？走るわ。 B ボタンで走りますね。君の持っているそれはポケモン図鑑だね。そうか。やばい、ひらがなが読めない病になってる。そうか、これから君いろんなポケモンと出会うんだね。そうなんです。信用地方のポケモンって何がいんの？あれ、ディーフィアとか。ポケモンは戦うことでどんどん強くなるんだ。まあ最初のうちはポケモンセンターで体力を回復させつつ育てるべきだね。そうですね、ポケモンの体力がなくならないようにしてあげるのがいい。ポケモン取れないよね。すいません、早くあのもうセンター行ってきます。いや、すごいこれ大変だな。なんか結構1ミリでガッてめっちゃ動くから、なかなかこのピンポイントでそこに行くことがまだ難しい。おーおー、ポケモンセンター。タンタランタンタンタランタン。おはようございます、ポケモンセンターです。ここではポケモンの体力を回復します。あなたのポケモンを休ませてあげますか？お願いします。それではお預かりいたします。お願いいたします。
ちゃんと流れたね。タンタンタカタン。またいつでもお越しください。ありがとうございます。にょん、なるほどね。これママに言わなきゃいけないでしょ。ママーンってにゃー。せっかくの草むら、あ、やっぱ戦った方がいいんか。レベル上げるために戦おう。あ、いなかったみたいですね。わざわざ通った意味。ママ、ママどこだ、ママ。ママ、おかえり魚子、あなたもポケモンも元気って。まだ朝早いわよ、ちょっと休んでいきなさいなって。すごい、夜遅いわよじゃなくて朝早いわよって言われるのがすごいね。で、どうしたの魚子って。そうな、仲間の博士からそんなすごいこと頼まれたの。よし頑張れ、ママ応援しちゃうからって。すっごい優しいママだ。そうだ魚子、いいものあるから持っていきなさい。冒険ノートを手に入れた。なるほど、冒険ノートの、冒険ノートにはあなたが冒険する中で気になったことを疑問に思ったことが書いてるはずよ。なるほど、マニュアル的なやつってことですね。いいな冒険の旅って。しかも私たちってポケモンと一緒でしょって。ママが行きたいぐらい行ってもいいんじゃないですかお母さん。なんでね、うん魚子、ママは大丈夫だから思いっきり旅を楽しんで。あ、だからいろんなことに出会って、いろんなことに出会っていろいろ感じることがママのハッピーになるんだからって。でも時々は帰ってきてよ、あなたがどんなポケモン捕まえたかママも知りたいし。なるほどね、親孝行はしていますよ。あら、ジュンのママ。すいません、こちらにジュン来てます。え、来てないですけど。そうですかって。じゃあもう行っちゃったんだって。困ったなって。え、ジュンをちょっとお母さんに言ってないの。嘘だ。ちょっとジュン、あの子冒険するからって言って、それ言って飛び出しちゃって、向こう水で無鉄砲だから、これだけは私ときたかったのに。大丈夫、魚子が届けてくる。え、やだやだ、自分でどうにかしてよ。やだ。やだよお母さん、やだ。そう、じゃあお願いしちゃっていい。魚子ちゃん、これジュンに届けてねって。お届け物を手に入れた。お、強制やん。強制やん。魚子行ってらっしゃい、冒険旅楽しんできて。そうね、多分まっすぐことぶきシティ。なんかことぶきシティって聞いたことある、向かってると思うけど。じゃあジュンのことよろしくねって。はーい。もうしゃーなしよ、お母さんに行ってきますって言わない子私好きじゃない。あ、魚子大切なもの忘れてるわよって。何をもらった、何をもらった。え、今全然もらってる様子がなかったんだけど、あ、帽子、帽子ってこと。やっぱり魚子にはその帽子がよく似合うね。なるほどね、じゃあ行ってらっしゃい。ありがとうございます。帽子、帽子かぶってきますね。トゥ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 、コトブキシティ。なるほど、これ操作がすごく難しい。ポケモンバトルじゃん。あ、ムックル、ムックル、ムックル、これまた覚えなきゃいけないでしょ。ちょっと覚えれるかな。水鉄砲いけ。鳴き声、テキテキテキテン。頑張ってマメ、頑張るんだ。倒れた。なかったからってたんだかなった。え、自分所持金いくら持ってるの？どこで見んだっけ？バッグとか？あ、やばい。これあの多分皆さんには多分見えてると思うんですけど、私の画面あの上のお小遣いから上のとこがちょうど消えてるんですよね。でも今所持金いくら持ってるか見えない。でも多分買えるんじゃないかな、何個か。買い物ですねって買いに来た。モンスターボール、え、とりあえず10個買ってきます。え、買える？
所持金2000円以上持ってる？あ、持ってたね。プレミアボール1個おまけしてくれてありがとうございます。もう大丈夫です、ありがとうございます。少年よ、ポケモンスカメではモンスターボール、出かけるときは忘れずに。このお兄ちゃん、ポケモンは体力なくなると戦う元気もなくなるからね。そうならないようにたくさん傷薬を買っておくんだ。え、これ傷薬も買っておかなきゃいけないパターンよな。買わなきゃ。あといくらある？私正直見えない、見えないけど2個ぐらい買えるっしょ。頼む、2個ぐらい買えてくれ。オッケー、毒とマヒは気合で直しましょう気合って大事よ。こういうの全然読んでない、読まなきゃいけないんだろうね。ポケモングッズがいっぱい、フレンドリーショップ、ポケモンの体力回復、ポケモンセンター。なるほどね。202番道路、難しい操作。あ、コウキくん、魚子って、あ、すごい、もうキレイに呼び捨て。私もじゃあコウキって呼ぶ魚子ってポケモン使い方コツもうバッチリ分かってるのかな。僕はポケモン使い方教えてあげるから、そこで見てて。なるほど、コウキくんやってくれるんですね。いった、あ、ヒコザル引っかくなんだ、はたくじゃなくて。まだそのヒコザルはあれなんだね、なんだっけ、火を吐くじゃなくて、なんだっけ、火の粉、火の粉覚えてないんだね。もし体力頂くんでモンスターボールを投げよう。バック、右に行って、はい、モンスターボール25個を持ってる、いいないいな。あ、ここら辺は変わらないんだね、剣盾とかと。なんか確定石とかあんのかな、なんかヒュンと音とか鳴るのかなみたいな感じですね。なるほどね、うんうん、了解いたしました。あ、くれる、買っちゃったよ、買ってしもうたよ今ポケモンがたくさんいれば遠くまで行ける、そうしたらもっとたくさんのポケモンに出会えるからね。じゃあね、ありがとう。掴めてみますか。さあ、私の、あ、なにこれ、なにこの子、コロ帽子、初めて見た、見たことない、この子コロ帽子、なんかこれ何、これこの子何タイプ、危ない、死んじゃ知り合い出したら死んじゃ、いや、いけるかな、ギリギリを狙う、あポケモン捕まえるの下手くそか自分下手くそダメだ、もう一回やろう。あ、まだ覚えらんない、なんとかだって言おうと思ったけど分かんなかった、ムックル。さあ、出てこう、はい、体当たり、いや、さっきので学んだ、もういけると思う、もう30個あるからね。いいですね、このなんか最初のこの感じとても好き。レベルアップ、マメがどんどん大人になっちゃう。ムックのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ムクドリポケモン、たくさんの群れで行動する、体は小さいが羽ばたく力は非常に強い。なるほどね、ムクドリなんだ、ニックネームつける、せっかくだからね、どうしようかな、ムックル、鳥、手羽先、手羽先、この子の名前は手羽先です、手羽先ちゃん、手羽先、手羽先、はい、手羽先、
かわいい手羽先。あともう一匹ぐらい捕まえておきたい。あ、かわいい、コリンクだ、コリンク、かわいい、かわいい、あ、かわいい、かわいい。めっちゃめっちゃ欲しくて、剣盾すごくミラクル交換やってたんですよね。いける？コリンク確かあれだよ、電気タイプだよ。だから逆に水鉄砲でレベル3だから耐えてくれる。いいね、南っけ、かわいい、かわいい。しかもちゃんと押す、いいよ、めっちゃいいよ。名前どうしよっかな。名前どうしよっかな、どうしよっかな。名前コリンク先行ポケモン、危険を感じると全身の体毛っていう、合ってる、体毛が光るって、相手が目をくらませる間に逃げるって。先行ポケモンなんだ、初めて知った。つけますかって、はい、どうしようかな、どうしようかな。コリンク、コンペイト、コ、ん、ペ、あ、ベ、ペ、イ、ト、コンペイト、コンペイトって、コンペイトで訳してコンちゃんですね。ちょっとあれだから、回復しよう。さすがにね、あの剣盾私やってるんですよ。てかアローラからやってるんで、あの回復することはわかる。ただポケモンを知らない。いやー、コリンクかわいいなー。あー、もう大丈夫。入れ替え、ちょっと豆がレベル7で先行ってるので、コンペイトちゃんを一番上にしたいと思います。よし、なんじゃ、お、ピッパ、どうしてもビッパって言うんですよ。ビッパじゃなくてビッパなんでしょ。威嚇、いいぞいいぞ、体当たり。いやー、素早さが向こうのが勝っているだと。あははは、大丈夫これ。死にそう、死にそう、うちのコンちゃん死にそう。待ってくれ。待ってくれよ、そんな。でもな、多分ここでマメに全てを託したマメ多分やってしまうから耐えるんだ。黄色になったら頃合いってよく言うから、黄色になったら大丈夫。あ、嘘みたいですね。今のなかったことになりましたね。うわー、まず、どうしよう。戦う、体当たり、帰ろ、2だって、帰ろ、大丈夫だ。で、ここでちょっと、マミちゃんお願いします。よくやった、本当によくやったと思う。うちのマミは我慢強いから。さすがに捕まってくれるよ。レベル4に上がったって。電気ショックを覚えた。なるほどね。ビッパーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。丸ネズミポケモンなんだ。ハイネズミじゃない。なんだっけこれ。ビーバーだっけ、ビーバー、
ビーバーってネズミ？丸ネズミポケモン。何事も動じない。ずぶっとい精神の持ち主。見かけの場には機敏に活動するって。ニックネームつける。はい。なんかね、決めてたんですよね。さっき見た時から。なんだっけ。なんだっけ。あれ、待って。ちょっと待って、思い出せない。待ってね。あ、ピーナッツバター。どこだ？ピ。全部ひらがなにしたい。ちっちゃい字。だってピーナッツにしよう。バターちょっと長いから。ピ、あ、ピ、ピーナッツなんて。ピーナッツ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 。え、大丈夫？なんかひらがなって言ったけど全部みんなひらがなしてる？ひらがなしてるよね。よし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 。剣盾は自分の好きなポケモンは星座の、ラテン語の星座の名前をつけておりました。全部カタカナでつけておりました。多分これポケモンバトルでしょ。ちょ、一回回復しに行きたい。それかレベル上がったら、あ、そうでもないですね。ちょ、豆ちゃん上にして。だよね。君もポケモントレーナー、僕もポケモントレーナー。目が合ったらいざ勝負。そう、ポケモン世界は目が合ったら勝負ですからね。タンパー小僧のユータが勝負を仕掛けてきた。あ、手羽先出すね。頑張れ。水鉄砲じゃ。やばい、この子早い。頑張って豆。頑張れ。耐えろ。いいぞ、頑張れ。いいね。お、コンちゃんとピーナッツがどんどん上がっていってる。丸くなる覚えた。強いじゃん強いじゃん。380円もらった、ありがとう。軽く買い物できる。お得な掲示板。戦いに参加したポケモンは参加しなかったポケモンより多く経験値がもらえます。ポケモンをどんどん戦わせてポケモンをどんどん強くしましょう。なんか怖くないそれ。なんかポケモンをどんどん戦わせてってポケモンたちは強くなってなること望んでるのかなと思っちゃう。ポケモンショップお願いします。あ、2匹持ってる。あ、ピーナッツ。いくぞ豆。水鉄砲じゃ。いいぞ。テグリン。通知が鳴る魚子。叩く。よし、コン。いいぞ。お、このままでいいよ。もう一回おなじみに暮らしてやる。鳴き声。こういう鳴き声とかこう相手の攻撃とか防御特防とかを下げるやつっていつのタイミングでやっていいんだろうって私未だに分かんないんですよね。結局そうに入れなくてただただ殴る破壊光線だなんだかんだわーって言って殴る蹴るなんかいろいろやってますね。あー、叶わないよって言ってる。かわいい。戦う？あ、戦わない。朝にしか出ないポケモン、夜にしか出ないポケモン、出会えるまで待つ。あ、変わるんだ。
変わるのね。ちなみに私は今深夜プレイしておりますが、スイッチの時間帯を朝にしております。朝っていうか日中にしております。昼夜逆転しております。いや魚子どれだけポケモン捕まえた。まあ、4匹もポケモン連れてるんだね。そうそう、ことぶきにはトレーナーズスクールがあるんだ。魚子も行くといいよ。そういえばさっきジュンも行ってたっけ。なるほどね。それじゃあまたねって。ポケモン図鑑頑張ってね。ありがとうございます。なんとかスクール行かなきゃ。ここはことぶきシティ、人が集う幸せの街。なるほど、なるほど。ここっぽ、ここっぽそう。すごいここっぽそう。トレーナーズスクール、トレーナーの第一歩。あ、申し訳ございません。何これ GM ステーション、現在準備中です。何 GM ステーションって。おやおや、君はポケモンに詳しいのかい。まあちょいぐらい。すぐ詳しいのか。それならわざわざ吹かないかって。時間があれば寄ってみなさい。何か発見あるかもだ。そうですね。双子か。スイッチみんな持ってる。いやポケモンと、ポケモンとじゃない友達がポケモンになっちゃった。今友達とポケモン交換してるんだって。何交換してんの。ポケモンに道具を持たせたよ。そうしたらポケモンもらった時嬉しさ2倍だろって。いい子、いい子や。中に入ってみましょう。髪の毛緑のお兄ちゃんがいる。いいですね。ポケモンは奥の深い不思議な生き物だ。だけどトレーナーの一番の基本はポケモンを戦わせること。そうなの。え、私じゃあポケモントレーナー超向いてないよ超向いてない。トレーナーさんこんにちは。どうすればいいか分からなくなったらとにかくお話しする。いろんなところへ行く。そうすれば道が開けるわよって。え、私今戦わなきゃいけないっていう究極なこと言われたんですけど、どうすればいいでしょうか戦いたくないからコンテストすごい行きたいんだよね。おばちゃんだ。進化するっていうのはポケモンの不思議なところよねって。君知ってる？ポケモンの中には戦って強くなると進化をして姿形が変わるやつもいるんだってさって。戦わなきゃいけないのか戦いたくないんよなあんまり。とりあえずポケモンセットいきましょうか。じゃあ回復お願いします。めっちゃいい。ありがとうございます。話しかけよう。コミュニティルーム、対戦交換。なるほどね、ここでできるんか。ポケモンには炎とか草や水とかタイプがあるでしょ。そのタイプによって有利不利が変わるんだみたいな。なるほどね。申し訳ございません、地下では先生今死ぬことできませんって。なるほど。え、このお姉さんめっちゃ可愛い。ポケモンを6匹連れてるとき、さらにポケモン捕まえるとポケモンボックスに送ることができるの。だから私どんどんポケモン捕まえちゃうわ。そうするとポケモンボックスを見るのも楽しくなるし。なるほどね。これか。あ、なんかパソコンスイッチを入れたって。どのパソコンに接続して通知しますか。あんなカモズのパソコンって何。うふう、見つけたポケモンを動くか。草むらを考えてもっとポケモン探すといい。にゃる。誰かのパソコン。こんな風になってるんだ。なんか後ろの背景がみんな変わってんのいいね。あ、この宇宙柄かわいい。大丈夫です。地図ね。ここからここまで、ここまで進んだのか。ポケモンコンテストがあるんで、どこターン？どこターン？もっとこっちなのかな？なぎさシティ、なんか知ってるぞ。なんか聞いたことあるぞ。
難しい。タッタラタンタンタラタン。ボールをベルトにセット。1,2,3,4,5,6 と。うん、ゼリケールポケモン6匹までだって。そうですよね。もうちょっと増えてもいいんですけどね。じゃ、お兄さんから。もっとポケモン体力減らないと。もうサーボールを投げても使うのは難しいな。とにかく傷薬よ。ポケモン体力がなくなると目の前真っ暗よ。目の前が真っ暗になったって、それなんかあの、自分の帽子を下げてるから目の前が真っ暗になったっていうらしいですよ。多分当たり、みんな知ってるはず。私がそういうより。私、ポケモンそんなに詳しくないですからね。シールボール。かわいい。ちょっとかわいいから買う。5個買う。はい。ありがとうございます。私ここのトレーナーズスクールの出身なのって、あなたは勉強したらもう少し強そうに見えるのかしらって。弱そうに見えるってこと。もともとコツブキは山を切り出して作られた土地なんだよね。黒金の人たちとポケモンの力を借りたんだよね。なるほど。なんか緑のお兄ちゃん多くない。君はどっから来たんだい。双葉タウンか。静かでいいところだよね。ただコツブキは大きいからびっくりすると思うよ。これ何？テレビことぶき、みんなで遊ぶテレビジョン、テレビ局ってことかな。ねえねえ、突然だけどグループに入ってみない？グループに入ると通信仲間と競争したり協力したり楽しいよって。グループって何ですか？コミュニティルームでレコードを持つ、そこで出会った友達のグループに入ることができるよ。同じグループに入っていると一緒に同じ出来事が起こったりして楽しいんだ。グループは誰でも作ることができるし、入ることもできるよ。どんどん仲間を増やしてみんなで楽しんでね。ちょっと考え直しますわかんないから。あのね、私インタビューテレビでやったの見てくれた？全然見てない。わかんない。テレビ普段見ないんですよ。実際見ないんですよね、テレビ。ポケモンと一緒に歩いてるとだんだん懐いてくれる。あ、そうなの？そんな気がするのよね。これ何？ポケッチカンパニー、世界に羽ばたくポケモンウォッチ。ポケモンウォッチって何？あ、おいおい、すごい研究者みたい。ポケッチのアプリどんどん作りますよ。そう、ポケッチはポケモンのように進化するグッズなのです。へー、ポケチカンパニーへようこそ。といっても家族でやってる会社とかすごくないですよ。そうなんだ。これ多分美味しい水とか買える？あ、買えないんだ。へえ。ポケモンというの気持ちでどんなアプリがいいか考える。使う人の気持ちを大切にしないとね。すごい。解説明があります。あ、なんかこの操作が難しい。横にこう角曲がるのが難しい。あ、知ってる知ってる。このポケモン、このポケモン知ってる。パチリスっていうの知ってる。パティ？ポケモンウォッチ、縮めてポケッチ、伸ばしているのはポケモン、ポケットモンスターウォッチ。そんなポケッチを生み出した社長の父です。代表さんってこと。うちの旦那、社長といってももともとちっちゃな工場で好きなものを作ってるだけの、世界中の人が喜ぶものを作り出すってすごいけどねって。そうですよ、大変ですからね。ポケッチ持ってる？あれって2つのモデルがあってそれぞれ色が違うんですよ。あ、そうなの？ん、何この土管は？何、ゴミ箱か。土管土管に見える。ポケッチのアプリはね、いろんな人が作ってますから、いろんなところでもらえますよ。あと、ここにあるパソコンでアプリの説明読めますよ。なるほど。とりあえず持ってないのでアプリの説明見てもわかんないから見ない。なるほどね。あ、これどこからっても同じ。ここはコツブキマンション、住民募集中。オッ
坂道で人々を幸せな街ぼかした。ところで君、トレーナーズスクールに行ったって、まあでしょう、ぜひ行ってごらんなさい。あ、もう行く定めなのね。あ、この先は204番道路。あ、わざわざ相手してあげようかって。ほうほう、喧嘩売るじゃないか、少女よ。一匹しか持っておらんぞ。私は四匹持ってるぞ。どうしよう、自分レベル高かったら。どうしよう。怯えてしまうわ。あ、でも近い。でも私の方が上よ。痛みを殺してあげましょうか。あ、結構強いね。大丈夫。うちの子頑張れる。頑張れ。お、急所に当たった。さすが豆ちゃん。やったね。弱そうって言うからよ。せめて4匹ぐらい持ってから言いなさい。これなんかさ、違うとこだから違うポケモン出てこないのかな。同じや。でもレベル高くなったからこれまた大変だろうな。そうでもなかった。丸くなる。丸くなるって何するの？防御上げるのね。ゆうてっぽん。あ、ちょっとこらえたね、そこの君。畑、ピスピス。ピスピス。うわ。ナイス。レベルアップ。レベル10レベルに上がりましたね。テテテンテテテンテテテテテテテンテテテンテン。あ、目があった。そこ目が当たる判定なんですか。いいですよ、やりましょうか。あ、またこの人1匹しか持ってない。このなんか1匹なんか、あーって、あ、かわいい、スボミーだ。スボミーはわかりますよ。剣盾の、あの主人公のお家の周りにいっぱいいるんよ。かわいい。ジュデポ全然だよね、今一つだよね、知ってる。だっけ。あ、すごいじゃん。多分今トゲ。いやー、えげつい。それで毒でしょ。頑張れ。変えようか、せっかくならね。こんちゃん行く。なかったっけ。あれ、よくないんだ。初めて知った。しっかりしてくれ自分。あれ、草に電気っていいイメージがあるんだけど、ダメみたい。まあいいや、ご了承。カチャいいよ。カチャカチャ同じやんよ。なんでも充電覚えた。強いんですねって。あ、同じだから今回はもうやめようかな。で、スクールね。
よし。では、第1回、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、ここまでで終わりたいと思います。もしかしてね、多分尺が長いからワンチャン切っちゃうかもしれないんですけど、いやー、初めてやるんすよね、ダイパー。こんな感じなんだっていう感じですよ。多分皆さんはリメイクだから、結構やったことあるとか、知ってる、見たことあるって方が多いと思うんですけど、あ、入っちゃった。入っちゃった。ってる私、その何、初めてやったやる人にとっては結構いろいろと新鮮ですね。ということで、本日の動画はここまでになります。お疲れ様でした。バイチャー。